はい。おはようございます。サイプリの最後の日常でございます。今日は真夏日になってますね。狭山土日でちょっと、彩の国マルシェっていう、狭山市駅前の方で、今日明日とちょっとマルシェが開かれるそうなんですね。まあちょっと明日顔出せたら顔出していこうかなと思います。まあいろいろ市内ではキッチンカーとかね、いろいろ毎月のようにちょっとそういったマルシェをやってたりはするんで、まあ5類になっていろいろ解禁されたのかなと。嬉しく思います。今年は7月の29日、30日に、関東三大七夕祭りの一つである、狭山七夕祭りも開催されることを決定したので、ぜひともご参加ください。ご参加くださいとは、ご来場ください。よろしくお願いします。はい。今日も元気に、さよなら、ありがとうございます。スーパーサヤマ人サヤプリ、サヤマ茶でいつもハッピー。第二のふるさとサヤマを世界へ発信しちゃう。